プロ野球観客動員数が、コロナ前を上回った模様。プロ野球今季の観客動員は全球団で前年より増加、7球団でコロナ前の数字超え、エスコンは札幌ドーム量が。プロ野球の今季の観客動員は全12球団で昨季の数字を上回った。うち7球団はコロナ前の2019年を超える好調ぶりを見せている。コロナ前の19年の入場者数を上回ったのは中日 DeNA、 ヤクルト、オリックス、ソフトバンク、日本ハム、ロッテの7球団。日本ハムは昨季からエスコンフィールド北海道に本拠地を移転したことで収容人員は減ったのだが、それでも札幌ドーム時代の19年を上回るという成功を収めた。日本のプロ野球は昔と比べて娯楽や人気スポーツが増えてきたこともあり、運営が苦しくなるようなことを語っている専門家もいましたが、よく考えてみたら年間140試合以上もやって、毎試合1万人以上の客を集めることができるスポーツって他にないんですよね。なんだかんだ日本人には野球は性に合ってるスポーツなんでしょう。再編問題が文字通り激悪になった。特にパリーグは IT 企業が入ってきて、パテレとかのようなネットがないとできない取り組みした結果、ついに全国に常時試合中継する手段が持てて飛躍的にファンの数が増えた。Jリーグは終わっていますからね、1人当たりの平均支出額が1200円って、それ半分くらいはタダできてるってことですからね。今では B リーグの方が人気ありますよ。最近長崎の新スタジアムがオープンしましたけど、あれよく考えているなと思うのは、表向きはサッカーをメインにしてるが、あんな月2回しか稼働しないのは当てにしておらず、実はバスケで稼ぐって戦略なんですよね。何十年も野球はオワコン呼ばわりされてきたが、 MVP は批判を受け止めて改革してきた印象がある。 J リーグは批判を一切許さない感があるのと対照的。ベイスターズファンです。今年のハマスタは異様なほど混んでいました。特にゴールデンウィーク明けからは連日の満員御礼が続き、8月以降はほぼ満員札止め状態。こうなると来年は春先の肌寒い時期の動員くらいしか前年比でプラスの要素はないんだよね。それにしても今年のハマスタはすごかった。エスコンは同じ内野席でもとても魅力的なエリアをビジターに開放していて、同じチームを応援する者同士がちゃんと野球を楽しみながら応援できる。コロナ前よりチケットは高くなっている印象。それでもこれだけ来るんだから興行としては大成功なんだろうけど、スカスカの外野自由席の端っこで見ていた私としては行きづらくなったかな。ヤクルトが神宮新球場でどれくらい観客動員増やすかですね。ポテンシャルは十分あると思うぞ。もう少しだけリーズナブルな金額になると嬉しい。結局は日ハムの計画が正しかったってことだね。札幌市に比べれば交通の便は悪くなったのに関わらず観客数増えているのだから、日ハムが今シーズン強かったのもあるけれど、行ってみたいと思わせる場所を作ったのは成功だね。今後もこの調子が維持できればだけど、案の定札幌ドームは大赤字で維持も困難、穴埋めは税金だろうからな。さあ、プロ野球のペナントレースもほぼ終了して、観客動員数も前年を大きく上回る結果となりましたが、来年以降もチケットを手に入れるのが難しいくらいの人気が期待できるのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。